デビュー12年常にトップを走り続け新作をリリースしたばかりの浜崎あゆみに目覚ましテレビが11年ぶりの独占本格インタビュー。原点回帰という言葉がぴったりな作品だなというふうに自分では解釈していますね。さらに OK です。そんな彼女を支える個性的なスタッフたちにもスポットを当てる。で、今日はあゆのインタビューがありますね。はい、独占インタビューです。新しいアルバム絶好調のあゆ、アルバムだけではなくていろんなことを語ってくれましたし、はい、さっき出てきましたよね、下村さんが映ってましたが、下村来ましたね。あゆを支えるアーティストにも登場していただきます。すごいところでいける人ですね。日刊スポーツはあゆ、浜崎あゆみさんがつぶやき投稿サイトツイッターに登場しました。あゆは一昨日の夜から翌日の早朝までの6時間半ファンの質問に答えたり計46回もつぶやき続け、ネット上のファンは大盛り上がりだったということです。はい、そして今日の7時台の見たもん勝ちでは浜崎あゆみさんを大特集。めったに取材を受けない浜崎さんが11年ぶりに目覚ましのインタビューに答えてくださいました。お楽しみに。お知らせの後は次第は浜崎あゆみさんの独占インタビューです。期待して待っていてください。見たもん賞でした。続いては見たもん勝ちです。今日はあの歌姫に独占インタビューです。原点回帰という言葉がぴったりな作品だな。先週水曜日11枚目のオリジナルアルバムロックンロールサーカスをリリースした浜崎あゆみ、わずか1週間で21万枚を売り上げ、アルバムチャートぶっちぎりのナンバーワン。そんなあゆに目覚ましが独占インタビュー。インタビュー、かのべさんいいですか。今いただいていいですか。いやもちろん。さらにあゆのプロモをハイテンションで撮っていたあの謎の監督の独占取材もリアです。リアでリアでリアでリア監督、はい、で今回ウィズコートも持ってきていただきたいな。はい、もういちいち完璧。すごい反響でした。街歩いてる方に見たよって頑張ってるねって目覚ましテレビすごいなっていう。というわけで今日は浜崎あゆみいちいち完璧な映像世界に見たもん気が。今回の11枚目のアルバム、はい、どんな手応えですか。自分的にものすごく手応えを感じている作品なので、はい、もう早く、誰かくしゃみされましたけど大丈夫ですか。うちの女性スタッフチーフディレクターが実を言うと浜崎あゆみさんの、はい、とてもファンなんです。でもすごい大事なところで、はい、最強歌姫アリの世界にくしゃみディレクターはいなくていいが、絶対なくてはならないのがプロモーションビデオ。今回のアルバムロックンロールサーカスには全15曲収録されているのだが、実はなんとその半分以上にあたる8曲にプロモが作られているのだ。これはかなり異例の数。浜崎あゆみさんほどミュージックビデオにこだわり続けているというか、本当にこう大事にしていらっしゃる方もそんなに多くないんじゃないかと。映像自体がすごく好きで興味があることなので、はい、やっぱり大変ですけど、すごく充実している時間というか、楽しんでできていますね。デビュー当初から映像に関心を持ち、プロモに力を入れてきたあゆ。これまでの12年間で制作してきたプロモの数はなんと83本。そんな中でもアリの映像世界が大きく飛躍したと言われている傑作プロモがこちら。2002年雪原勲監督がメガホンを取ったボヤージュ、このプロモのロングバージョンは月に沈むというタイトルで劇場公開までされた。さらに2005年のフェアリーランドではなんと2億4000万円もの制作費を投入し、映画ジュラシックパークのロケ地にもなったハワイの森林にステージを建てて撮影した。その家を燃やしたんですか。燃やしましたね。大掛かりですよ。そうですね。
はい、これだけ映像にこだわってらっしゃるので、はい、女優として映画に出演してみたいとか、はい、そういう気持ちには発展はしていかないんですか？ないですね。やっぱりあくまでもその自分の音楽っていうものがあって、うん、延長線上にある映像っていうところまでしかやっぱり自分の中では、うん、その、うん、広がらないというか、あくまでプロモは自分の音楽を伝える一つの手段と考えているあゆ。そんな彼女の撮影現場での特徴をこれまで7本あゆのプロモを撮った武藤監督はこう語る。変な話、そのテイクをたくさん重ねないんですよ。もうそれこそ一発OKみたいなことがあったりとか、他のアーティストと違って無駄なものを撮らせない。無駄なものを撮らないというのは、あらかじめあゆがプロモで描かれる世界を常に自分自身ではっきり把握しているということ。つまり彼女こそがプロモのプロデューサー的な立場に立っていると言えるのだ。実際撮影現場ではあゆがダンサーの踊りを厳しくチェックしたり、衣装に細かな注文を出したりと、プロモの責任者として妥協なく取り組んでいる。サビのところでタオルを回します。ダンサーズも回すから一緒に回してください。でここ掴んでこうやって今入ってきたので、そうするとみんな、あ、すいませんみたいになっちゃって、それが映っちゃってるから、単純にやはり自分の作品なので、うん、きちんとその自分で、うん、あの理解しておきたいというか、はい、自分のやっぱり納得するものにしたいっていう気持ちが純粋にあるので、うん、はい、そんなプロデューサー目線を持つあゆに今回一番聞きたかったこと、それは今回の8曲あるクリップの中では、はい、どれが一番印象に残ってますか？印象に残ってるのは、はい、あの言う前に笑っちゃいましたけど、レディーダイナマイトという曲が、レディーダイナマイト、はい、下村監督に撮っていただいた、はい、レディーダイナマイトのビデオは、あのキャストの方々、監督もまず個性的で、OK です。 OK、 素晴らしい。でもブルボンテージでもいいですけどね。もうもはやもはやもはやシーンも多いので、うん、全開で正解します。嗅いだことのない匂いがする。真ん中にいるとなんか。シモコとあのスチームの方の、あ、私はシモコって呼んでいるんですけど。下村監督はシモコと、はい、呼ばれてるんですか。はい、私がつけたあだ名ですね。いいあだ名をつけましたね。というわけで、レディーダイナマイトを監督したシモコこと下村さんに福井アナがダイナマイトインタビュー。あの本当に強烈なキャストの方々が本当にいたんですね。全部みんなが前に出たいっていうところで、逆にあえて浜崎さんをその群衆といいますかキャストの方々の中に置いたのに、より光るその浜崎さんの魅力、うん、なかなか勝てないですよあの方々に。僕もギリギリ勝てるぐらいですよ。実にダイナマイトなオーラを放つ下村監督だが、実はこの方沢尻エリカさんのあの復帰写真を撮った一流フォトグラファーでもあるのだ。さらにビヨンセやリブ・タイラーなどの写真も撮っている世界でも名の知れた存在。つまり美に関しては完璧な腕前を持っているのだ。もういちいち完璧。監督の口からいちいち完璧っていう言葉が出てたんですね。そうです、かゆいところに手が届くって感じですか。分かってるねって上から言ったんじゃないですか。ある世界観として。あ、そんな下村監督を映像の世界に引き込んだのは実はあゆ。 CD ジャケットを撮ってもらっていた時に誘ったんだという。そうなんだ。絶対下子はあの写真だけじゃなくて映像もできるからやった方がいいし、うん、一緒にやってみたいっていうことを言って、うん、それでオファーして、うん、あ、来たと思いました。動く映像もすごく見せられていたので、で、あれですね、あの姫の寵愛を受けてますね僕ね。毛穴の隅々に感じましたそれ。入ってきました愛が。今の上から言ってます。下子だけに決して上から物を言わない下村さんから、雪沙羅さんのような大物まで、さまざまな音楽監督を起用し独自の映像世界を作り続けてきた愛。最後にこんな質問、もちろん下から聞きましたよ。自分で自分のプロモーサー撮影してみよう、演出してみようという気持ちは？ああ、それ今初めてカルベさんに言ってなんか言っていただいて思いましたけど、面白そうですね。カルベさん、いいですか今。いつかトライしてみたいですね。はい、その時はあの
僕のことちゃんと、はい、あの表記しておきますこれはカルベさん案です。今日は浜崎あゆみさんの世界、まあ、特に映像プロモーションビデオにこだわりながらお伝えしてみました。カルベさん案じゃないね、みんな誰も思うよね当然いくつとはそうだろうなと思いますよ。あの近々本当にあゆ監督が実現するんじゃないかなという手応えも感じて帰ってまいりましたが、でもあゆさんは本当にプロデューサーなんですね、はい、そうなんです。野村さんを引き入れたことも絶対そういう面がなきゃできないことで、はい、アイ&シもいいね、シモコ最高ですね、下村監督、シモコさん、ますますシモコが好きになりましたね、まあ、これからますますね、いろんなところで活躍をされるんではないかなという下村監督なんですが、本当にアイはなんかこうアイがいて周り支えているスタッフがいて、そのコンビネーションが絶妙だなという感じはしましたね。こういうパワーをどんどん引き入れていたら、うん、ますますアイは強くなりますよね。そんなことを強く感じさせる浜崎あゆみさんのインタビュー、まあ、とにかく情報番組のインタビューを受けることはまずないという、あゆが本当に久しぶりに目覚ましテレビとしても11年ぶりに答えてくれました。ではその他のニュースをお伝えしてまいります。